こうした状態でこのままピです。こんにちは、ゆいずみです。今日はアップルウォッチの改札の通り方を皆さんにご説明させていただけたらと思います。で、私がアップルウォッチを使いまして半年ぐらい経ちまして、でこういう風にすると駅の改札を通るときにすごくスムーズに通れるわっていうのを発見しましたので、そちらを皆さんにご紹介できたらと思います。で、アップルウォッチはそもそも私右手につけています。でどうしてかと言いますと、駅の改札を通るときに左手につけてますとこういう感じになりまして、とても不自然な体勢にならないといけないわけです。でこういう風になって、でこれでこの反応してくれなくて感度が悪かったときっていうのは詰まってしまって、この転びそうになってしまったりするわけですね。ですので右手につけるようにしております。で最初はですね、この右手にこの向きでつけたままこういう風にやってました。こうしてやっていた、ちょっとこの体がこうねじれますよね。でこういう風にしてやっていたんですけども、これだとちょっと不格好と言いますか、他の方から見た時にも、あ、Apple Watch で便利そうではあるけどもすごく不自然な、こんなポーズしなきゃいけないのっていう風な感じかなという風に思います。で自分自身もすごくやりづらいですし、でそれでネットでいろいろ調べたりしていた時にですね、この部分っていうのがこう向いてなくても、横向きとかでも反応しますよっていうのを見つけました。でそれでですね、このままこういうふうにこのピッと当てる、こうしてこの横向きでピッと当ててもこういうところですよね、この部分とか横とか、この向きに関わらず反応するのかなと思うんですけども、これだと感じてくれない時もあるんですよ。ちゃんと感じてくれない時もありまして、でそうすると止まってしまったりもするじゃないですか。でそこで私が編み出したやり方っていうのが、さあ改札に近づきます、改札を通りますっていう時にこれをですね、さっとこの内側にするわけです。この時計のこの文字盤をですね、さっと内側にしまして、でこうした状態でこのままピです。こうした状態でこのままピ、こうしてこうです。このままこうしてピッとやると、これがですね、このこうやってこう歩いていくわけじゃないですか。でこうやってこの歩いていった時にピッてこのままできるわけですね。でそうするとしっかり感じてくれますし、でこれでですね、この負担というのもかなり少ないですよね。この回転させるだけですので、で体勢も不自然にならずに、このままこうしてピッとこう歩きながらこうしてピッといけるわけですね。でそうすると他の周りの方から見た時にもふーっとこのふーっとなれるといいますか、このアップルウォッチでいいでしょみたいな感じで、この時計でピッとこうして、このこういう感じですよ、このままピッといけますので、これが一番ですね、自然な、右手につけてで内側に向ける、これが一番自然かなというふうに思います。でこれはですね、この改札通ったらまたすぐに戻さないといけない、でこの改札と、出たり入ったりする時だけこういうふうにこのする必要があるわけですけども、これはですね、あ、改札に近づいたわっていう時にすぐにこうしてこの回すだけ、これだけですので、とても楽なわけですね。ですので、もしよろしければ皆さん参考にされてみてはいかがでしょうか。でちなみに私のこのバンドっていうのはブレイレットソロループですので、ちょっとこの伸縮があるわけですね。なので余計にこうしてこの回転がさせやすいっていうのはあるかもしれないんですけども、他のバンド私ちょっと使ったことがないのでわからないんですけども、他のバンドでもできるんじゃないかなと思いますので、 Apple Watch をお使いの方で改札を取るときに通りにくいわっていう方は、よければ参考にされてみてください。ご視聴ありがとうございます。